ナルトの渦潮ナルトの渦潮は徳島県ナルト市と兵庫県南淡路市の間にあるナルト海峡で発生する渦潮である。大潮の際には渦の直径は最大で30メートルに達すると言われ、渦の大きさは世界最大級と言われる。淡路島内三種島によるナルトの渦潮世界自然遺産登録推進協議会の発足や南淡路市とナルト市による ナルト海峡の渦潮世界遺産化推進交流会の発足など世界遺産登録を目指した取り組みが進められている。淡路島から見たナルト海峡。右から流れているナルト海峡は本州と四国の間にある瀬戸内海と太平洋とを結ぶ海峡の一つで幅が約 1.3km。潮汐により1日に2回大量の海水が瀬戸内海に流れ込み、 また同様に1日に2回瀬戸内海から流れ出す。瀬戸内海と太平洋の水位差は最高で1.5メートルにも及ぶ。海峡の幅が狭いことに加え、海底の複雑な地形も影響し、潮流は13時速15キロメートルの速度で流れる。大潮の時には時速20キロメートルに達することもある。この潮流の速度は日本で一番速く。 イタリアのメッシーナ海峡やカナダのセイモア海峡と並んで世界三大潮流にも数えられることもある。この早い潮流と海峡両岸に近い穏やかな流れの境目において渦が発生する。渦の直径はおよそ15メートルほどに達する。遊覧船や両岸から見ることができる。また海峡に架か,かる大ナルト橋の道路下ナルト側に渦潮観光施設、渦の道があり。 ガラス床から渦潮を見ることができる。橋の上にある神戸淡路鳴門自動車道の路肩は駐停車禁止で道路も最低時速時速 50km 以上で走り抜けなければならない。ありがとうございます。